はい、今回はですね、キン肉マンの最新話第301話について感想をお話ししていこうかと思います。またですね、最新話のネタバレが含みますので、ご視聴いただく際にはご注意ください。今回ストーリーちょっと読んだんですが、フルメタルジャケット戦もいよいよクライマックスになるのかなっていうのは思いましたね。おそらく年内で決着する感じかなっていうのはちょっと思ったんですけどね。まずちょっとね、前回のあらすじからお話ししようかと思うんですけど、前回はですね、またブロッケンジュニアのターンになってですね、戦っていたんですが、オメガグロリアスの2プラトン、グロリアスエヴァン対応をかけられて窮地に陥ってしまうんですよね。ただそんな中でもブロッケンジュニアはですね、2人に対してソルジャーキャプテンはお前らのことも見捨てないんだっていうことを言うわけですよ。それに対してマリキータマはちょっとカチンとね来たのか、今度はねソルジャーの本心を暴こうとロールシャッハドットを、仕掛けていくんですよね。するとですね、マリキータマンの胸にはですね、 L のアルファベットの L の文字が浮かんできたんですよね。はい、そこで終わりました。で、この L っていうのは、血盟軍のね陣形の一つ、 L の陣形の意味をなしていたんですよね。はい、で、今回のストーリーについてですね、ポイントを交えながらですねお話ししていくと、まずですね、その L の陣形の意味を知ったマリキータマンからツッコミが入ったってことですね。これは多分僕も思いましたし、結構思った方がいらっしゃったのかなとは思うんですよね。この L の陣形についてはまず最初ですね、そのマリキータマンはその L の意味が分からず結構動揺してたんですよ。なんか自分のね胸に L が出てきちゃって、うわみたいな感じで、それに対してブロッケンジュニアは丁寧にマリキータマンに説明してあげるんですよね。それは血盟軍の陣形の一つで L の陣形を表すんだよってことをね。で、 L の陣形の意味っていうのは最後まで望みを捨てず戦えっていう意味なんだってことを、教えるわけなんですよ。それに対してですね、マリキータマンは、もうやられていくだけの仲間に送る最後の言葉のようではないかみたいなことが言われるんですよね。確かに思ったんですよ、自分も。はい、ただブロッケンジュニアはその言葉に対して、お前は何も分かっちゃいないと、それは勝負を捨てるなっていう意味じゃなくて望みを捨てるなっていうことなんだっていうことを言うわけなんですよね。はい、で、望みっていうのはどんな望みかっていうと、オメガグロリアスの2人がですね、恨みに生きる虚しさに気づいてほしいって、気づいてもらえる望みっていうことだったんですよね。はい、で、ブロッケンジュニアは続けてですね、その自分のね、そのこれまでのラーメンマンとかね、ブロッケンマンとのね、エピソードも交えてですね、説得しようとするんですよね。恨みに生きるなっていうことをね。で、その直後、ブロッケンジュニアの体が発光してですね、強引にグロリアスエヴァン隊を振りほどくわけなんですよね。もう本当に技もクソもなくて、本当力ずくで振りほどいたっていう感じですね。で、2人を同時にジャーマンで投げ捨てます。この点ものすごく強いですよね、ブロッケンジュニア。ある意味、その第3段階のクソ力に匹敵するパワーを得てんじゃないかって、そんな感じも受けたんですけどね。はい。で、次のポイントなんですが、個人的にはね、ここが一番ね、盛り上がったんですよね。要は、ベルリンの赤い闇が綺麗に決まったっていうとこですね。はい。最高にかっこよかったかなと思います。どこでどう決まったかというとですね、さっき2人を投げ捨てた後、すかさずですね、マリキータマンはですね、転倒羽バットっていう、要は羽で切りつける技をね、ブロッケンジュニアにかけてきたんですよね。ただそれに、当たるがですね、ブロッケンって叫んだんで、それに気づいたブロッケンジュニアは自分もベルリンの赤い雨で応戦して、見事に、マリキータマンの羽の片方をね、切り取ることに成功するわけなんですよね。いわゆる、斬撃技対決みたいな感じですよね。自分これを見てハッと気づかされたんですけど、ひょっとしたら結構そのこのね、斬撃技対決みたいな展開は予想されてた方はいらっしゃるかもしれないですね。はい、やっぱこのね、マリキータマンの羽には結構ね、その苦しめられてきたんでね、この切り取るシーンっていうのはある意味爽快感があったかもしれないですね。あとですね、今回のベルリンの赤い雨は手に炎をまとうタイプの赤い雨でしたね。この演出っていうのは、要は筋肉マン2世のジェイドの頃からね、出てたんですけど、
ブロッケンジュニアが使うのは、あとはその読み切り版のですね、筋肉マンの結婚式の前のそのガチのスパーリングの時にも炎をまとったベルリンの赤い雨を使ってましたね。あの時っていうのは手から刃のようなものが出ていたんだけど、今回のベルリンの赤い雨は、刃は出ずにそのまま炎をまとった感じで切りつけていました。はい。まあその刃が出るっていう設定はおそらく筋肉マン2世の演出影響が大きかったのかなとは思うんですけどね。あの結婚式の時には今回はなしですね。はい。でその後ですね、まあ、オメガグロリアスも負けじとね、再び2プラトンのね、ブレーンズシャットダウンボンバーをね、ブロッケンジュニアに食らわせるんですが、それでもなお立ってくるんですよね。ものすごいタフネスなんですよ、今回のブロッケンジュニアは。ほんと2プラトン何回食らってもね、起き上がってきますからね。はい。で、まあ、ちなみにね、このブレーンズシャットダウンボンバーなんですけど、これもちろんネット上で意見があって、でまあ、自分もそれを着て、あ、なるほどと思ったんだけど、要はその地獄のコンビネーションとクロスボンバーを合わせたような技だなみたいな、そんな意見もあったんでね、ああなるほどと思いましたね。はい。で、次にですね、まあ、これちょっと細かいんですけど、要はその後ですね、オメガグロリアスは再びグロリアスグレイブヤードスプラッシュを繰り出そうとするんですよね。まあ、簡単にマリキータマンがアリステラをね、敵に磨けて振り下ろして、その勢いでアリステラがオメガハンドで攻撃する技なんですけど、その体勢に入った時になんかちょっと変わったエフェクトがついてましたよね。なんか邪悪な感じなの。だからネット上ではなんか呪いのクソ力かみたいなことを言われてたんですけど、一方で、まあなんつうかな、その一応アリステラはクソ力を、手には入れてるんで、強引にもう最大限には発揮できないんだけど、強引にそのクソ力を使ってみたいな、そういう印象も受けましたね。なんかそのアタル兄さんが豪華のクソ力をやった時には、激しい綺麗な炎をまとってるっていう感じじゃなくて、なんか黒煙みたいなものをまとってる感じだったんですよ。そういう意味ではちょっと若干フェニックスがその知性の神を取り込んだ時の演出にもちょこっと似てなくもないかなっていうのはあったんですけどね。だから邪悪な雰囲気が出てる一方、なんかちょっと煙が出て消えそうな感じだっていう印象も受けたんでね。うん。で、アタル兄さんもその様子を見て、あと一押しだなってことを言ってるんで、むしろそのクソ力を発揮してるというよりかは、まあ、なんていうのかな、ちょっともう、不完全な力を強引に出してるような、そういう演出だったかもしれないですね。ちょっとその辺わかんないです。で、今回最後のポイントなんですが、これですね、ついに、2プラトンの体制に入ったってことですね。さっき言ったようにグロリアスグレイブヤードスプラッシュをブロッケンジュニアに向かって放つんですが、アタルが肉のカーテンで完全に防御するんですよね。まあ、あの1回目の時もすでにね、オメガハンドの指を一部失っている状態だったんですが、さらにマリキータマンも羽の片方を失ってるんで、威力がね、またちょっと弱くなっちゃって出る可能性もありますけども、今度は完全に止められちゃいます。はい。で、その次にですね、その2人をですね、アタルのタックルで分断するとですね、そのまんまですね、マリキータマンに対してフルメタルジャケッツの新2プラトンの体制に入ったっていうところで終わったんですよね。はい。まあ、どんな体制かっていうと、要は2人がかりでナパームストレッチを放つ感じでしょうかね。なんかものすごく威力がありそうな雰囲気はありますけど、2人がかりだから回転数もね、上がって衝撃もすごくなりそうな気もするんですけどね。はい。で、今後の予想なんですが、まずは来週マリキータマンがついに陥落するのかなっていうとこですよね。あの2プラトンはしっかりと決めてくれそうですけどね。まあ、なんていうの、そのセリフ見てもね、あれをやるかみたいな感じでね、その、要は、王位争奪戦の時には使えなかった技みたいだったんで、あの時にはもうその技はね、あったみたいなんですけど、ここでみたいな感じで言ってたんで、まあ、ああいう演出だから間違いなく決めてくれるのかなとは思うんですけど、ただどういう風になるかですよ。普通にマリキータマンだけが倒されるのか、アリステラも巻き添えを食らうのかっていうとこですよね。まあ、アリステラがね、その、マリキータマンが技かけられてる状態なんだけど、どういう行動を取るのかっていうのも気になるところですね。はい。
おそらくそのあの技ってさっきも言ったようにあくまでイメージなんだけどものすごく威力が強そうなんで、アリステラもカットしようとするんだけど普通に弾き飛ばされそうですよね、何かしらの衝撃で。うん、あとはまあネット上だとそのマリキータマンが、要はアリステラがやられないようにアリステラがカットするのをちょっとやめろっていう風に制止させるっていう意見もあったりしたんだけど、この辺は何とも言えないですね。こうなるとやっぱ先週も言ったんですけど、まずなんていうかな、マリキータマンが、スープラトンでやられて残ったアリステラとアタルが一騎打ちっていうパターンになるんですかね。この辺ちょっと気になりますね。そうなればやっぱね、繰り返しになりますけど、アタルの新フィニッシュホールドにもちょっと期待がかかってしまいますね。あとちょっと心配なのが、要はマリキータマンは倒して試合はもう決着するんだけど、その時にですね、もう試合決まった直後にちょっとまだね、万全なアリステラに対してサタンが何かしらの介入をしてくるかもっていうのもちょっとね気になるとこではありますね。で、次回はですね12月9日来週なんでね、ここのとこちゃんとね毎週ね読めるんですごく嬉しいんですけどね、まあ、ちょっと年内にはね、うん、さっきも言ったように、決まるかなと思うんですけど、ちょっとね楽しみにして、待ちたいですね。ではこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。